常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、チャンネル登録、さらにね、面白かったら高評価のボタン、それからね、コメント欄にぜひね、感想など書いてください。別の動画でも言いましたけれども、今日はね、ゴールデンウィークなんで、すいません、ファッションモンスターじゃなくて縮小団ということをお届けしますが、別にお詫びではないんです。みんな大好きムン・ジェイン大統領のね、韓国のね、お隣の大統領ですけど、話をしたいんですが、現代ビジネスにね、またもね、武藤正敏さん、元ね、韓国のね、特命全権大使だった方でね、今外交評論家やられてますけれども、こんな記事を書かれております。ムン・ジェインが万事休すへ、党内からブーイング続出で、側近からも見捨てられたムン政権の末路ということで、もうこのヘッドラインの通りです。簡単に言うとですね、ここのところも踏んだり蹴ったりですよね。ソウル市長選とプサンの市長選から暗転が始まり、支持率だだ下がりで、ついに支持率も 30% を割ったと。発足当時 84% とか言ってたんですけどね、もう今 29% とかね、ぐらいまで下がっていて、岩盤支持層と言われていたね、40% 割り込んだ後ね、ついに 30% も割り込んでいると。味噌のつき始めはね、例の土地公社の不正の問題だったんですけど、武藤さん曰くですね、もともとね、ムン・ジェイン政権というのは素人政権なんだと。その素人政権が左翼活動家だったような人ばっかりですから、いわゆるですね、言論の自由を許さないというか、思想統制と思想警察的な引き締めによってですね、ここまでやってきたわけですよ。だからなんかね、自分で失政をやると、それは親日派のせいだとかですね、日本のせいだって言って全部日本に被せてね、南北融和を図って、アメリカのね、トランプ政権とエリンギことキム・ジョンウンの間をね、俺がこうコントロールして取り持ってるんだみたいな外交の天才みたいなね、偽メッセージを国内に流したりとか、そんな感じでここまでやってきたんですけど、ついにですね、その嘘が全部バレてしまいまして、さらにね、土地公社の問題、これも大失敗ですし、あとね、武藤さん指摘してるのはね、最低賃金をいきなり上げたのがね、これまた大失敗だったというふうに言ってます。なんで最低賃金を上げると大失敗になるかわかります？最低賃金を上げてしまうとですね、結局ね、景気も良くないのに、法律でたくさん給料を出さなきゃいけないっていうことになるわけじゃないですか。給料が自然に上がる時ってどういう時かっていうと、例えばですよ、アメリカが今流行り病でね、ロックダウンやってる状態からワクチン打って徐々に経済再開向かってますよね。すごいみんな我慢してたのが消費がドッカーンって爆発すると、今度供給力足らなくなるじゃないですか。レストランに行きたい、テーマパーク行きたい、旅行に行ってホテル泊まりたいみたいになった時に、ホテルで働く人とかテーマパークで働く人とかね、レストランでご飯作る人とか、お掃除する人とか全然足らなくなって、求人がガーって増えるわけですよ。求人が増えて、それでも足らない人手不足だってなった時に賃金が上がってくる。これが自然な賃金の上昇なんですけれども、これをですね、景気も良くないのに、法律で無理やりね、時給3000円ですとか上げるとどうなるかっていうと、そんなんで中小企業経営できないでしょ。なので、もうバイト雇うのやめちゃうわけですよ。今雇ってる最小限の人数で回そう。もしくはもう何人かクビにしようかなみたいな話になるわけですよ。そうするとね、かえってね、失業が増えてしまうんです。最低賃金ね、結構良し悪しがありまして、アメリカはね、これからね、財政付加して金融緩和バンバンやって景気良くなるから、バイデン政権もね、最低賃金上げましたけど、景気がいい時に最低賃金上げてもあんまり問題にならないんですよ。これからアメリカ消費爆発しますからね。それに対して、韓国は結構景気良くないんですよ。実質 GDP はいいって感じで、あと韓国の株式市場も上がってますけど、ちょうど小泉政権の時のような景気の拡大ですかね。根本的には韓国の景気あんまり良くなくて、失業率も高いまんまですから。失業率が高い状態なのに、最低賃金だけ上げちゃうと、さっき私が言ったようにね、問えないんです、会社は。なんで、結局ね、若年失業率がものすごい上がっちゃって、若者層から支持失ったのね。これが1個ね。もう1個は、おじさん、おばさん世代からですね、土地公社の問題で、てめえって感じでね、要は土地の値上がりに対してね、ソウルのね、全くもって無策で、しかもニュータウン開発するって言った開発地をめぐってですね、事前に情報を察知したその土地公社の役人どもが、私的に土地を購入してね、値上がり確実な土地を購入してボロ儲けしてた。しかも、ムンジェインの娘までこれやってたわけですよ。さらにムンジェイン自身も、農地として買ったものを、無理やり宅地に転用して儲けてたということで、これで大ブーイングになって、全世代から大ブーイングになって、結局、ソウルとプサンというね、重要都市の市長選挙でも負けて、これはダメだということで、身内からも見捨てられてきたと。その証拠としてですね、武藤さんご指摘されてるのは、最近なんか韓国でね、内閣改造があったのね、全然知らなかったんですけど、その内閣改造をやった時に、閣僚として入ってきた人が、共に民主党のムンジェイン派じゃない人が結構入ってきてると。中間派の人とかね、そういう人が入ってくる。つまり、もともと味方だったやつが、今ムンジェインに明らかに味方すると自分の身が危ないと思ってちょっとこう引いてると。なので自分と敵対する人でもいいからもうとりあえず引き入れるしかなくなってきたというようなお話です。武藤さん曰くですね、深センのね、国際空港のね、非正規職人を数千人をですね、一気に正規職員に格上げしたらしいんですよ。これも人気取りの一種なんですけれども、逆にね、空港で働いてるやつだけなんで正規雇用になるんだってことで恨みを買ってしまったらしいです。こういった万策尽きてですね、むちゃくちゃな感じになっていると。世論調査ではですね、ユン・ソクヨルさん、これね、いろんな読み方があって、ユン・ソギョルっていう読み方もあるし、ユン・ソニョルっていうのもあるし、本人はユン・ソニョルって言ってるらしいんですよ。でも漢字の読み方かなは、ユン・ソギョルらしいんですけど、ユン・ソクヨルって書いてあるやつもあるので、どれだかちょっとよくわかんないんですけど、まあ本人が言ってんで、ユン・ソニョルさんがどうも世論調査でも非常に高い支持率を得ていて、さらにそのユン・ソニョル氏のですね、後任の人事でも結構なり手がいないというか、世論の反発を食らってですね、検事総長なかなか決まらない状態にあるそうです。一人後継にしようと思った人がですね、文政権寄りのね、あまりにもそっち寄りのやつなんで、また上実人事かみたいな感じでちょっと世論がわっとなりそうなんで、いや、やめますみたいな感じでですね、完全レイムダックの競争を呈してきていると。そんな中でね、踏んだり蹴ったりというところで言うとね、この間の米韓2+2あたりからずっと続いてますけど、アメリカにね、ちょっと顔向けできないような状態になってますよね。オバマ政権時代にね、日本がね、アメリカのじゃあいいよ顔立ててやるよってことで無理やり結ばされた日韓合意ですけれども、これでね、完全かつ不可逆的にこの問題を解決するはずだったのが、国際的な合意を踏みにじって変な判決放置してやってるのがこのムンジェイン政権ですから、バイデン大統領にね、今月末会いに行くんでしょ？どの面下げて会いに行くんだいうことですよね。これはまあ奥山さんなんかがね、結構言ってますけれども、オバマ政権時代もね、結構ね、アメリカの対中シフトっていうのは結構進んでいたっていう話をされてると思います。この間、八重セブニングラブ出た時もね、してくれたんですけれども、2010年以降ですね、チャイナが世界第2位の GDP になったという時点でですね、アメリカはもうギアが変わってですね、あの辺からですね、米中対立のいろんな種っていうのはまかれていたと。トランプ時代にあったその対中シフトっていうのも、実はね、元をたどるとね、オバマ時代に決められてたことも結構多いんですよね。そういう文脈から日韓合意ね、なんで当時副大統領だったバイデン氏が日韓合意に熱心だったかというと、要はこっちが同盟で当たんなきゃいけないんだよね。チャイナに対して単独で対抗するってもなかなか難しいので、こっち側の同盟固めたいから、同盟国同士で喧嘩するのやめろよということであれをやったんですけど、日本はね、守ろうと思ってね、ちゃんと10億円も払ったんですが、韓国側が守らないと。韓国はトランプ大統領になったんで、おっしゃおっしゃ、しめしめと思って、バイデンはもう来ねえだろうと思ってたら、バイデンは今度大統領になってしまったということで、ひえーって感じで慌てていると。反日カード切ろうと思っても、ちょっとアメリカとの関係があって切りにくいと。さらに処理水の問題で騒いでみたけど、ウォルソンの原発から同じもん出てるということでね、原発関係の担当者もね、今回閣僚交代したらしいんですけれども、分断蹴ったりと南北洋は図ろうと思ったんだけれども、北朝鮮はね、ビラの件でね、激切れしてですねなかなかその南北洋はもう演出できないという、そんな状況に陥っておりますので、ますますピンチになってね、ついにね、身内までそっぽを向き始めたと。韓国の大統領はね、本当にね、任期を全うできないようなケースもね、ありますのでね、今はこの流行り病であんまりデモとかできないので、そういうね、路上政治みたいな展開にはまだなってないですけれども、一歩間違えばね、韓国の国民のですね、ストレスっていうのは臨界点を超えているのではないかなと。GDP とかの統計ね、あと株価はまあまあ上がってるんで良さそうに見えますけど、失業率っていうのはやっぱりね、一番庶民レベルのね、景気の実感につながると思うんで、その失業率から見ると、韓国のですね、国民の皆さん、生活はね、必ずしも楽ではないし、むしろですね、格差が広がることで非常に苦しんでいるのかなと。日本とはちょっと状況は違いますよね。日本の若年失業率って全然高くないでしょ。この後に及んでもね、今この流行り病の状況でも、新卒の採用にはやっぱり結構積極的ですよね、企業はね。大学生の新卒の求人倍率が1以上ちゃんとありますので、そういう点ではですね、日本はまだ良かったかなと思うんで、低失業率の社会っていうのは維持することすごい大事で、むしろアメリカもね、日本をモデルにするのではないかみたいなね、ちょっと実は話もあるんですけど、これすいません、例の方のデルマガの方に書いたんですけど、ここでは長くは言いませんけれども、そんな状況になるのでね、韓国の状態ね、よくですね、皆さん見てですね、文人政権、ついに終わるかなというところでね、本当にご愁傷様と心から言っておきたいなというふうに思っております。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、さらにですね、チャンネル登録をお願いします。それからね、ぜひコメント欄に感想なども書いてください。ガー